今回ご紹介するのは女優グラビアアイドルの久松井久美さん久松井久美さんは1996年2月18日生まれ身長165センチメートル東京都出身です久松さんは小学校6年生の時にスカウトされ芸能界デビュー2012年に有名雑誌キャンキャンのモデルに抜擢され2013年には三愛水着イメージガールに就任し見事なスタイルを披露しました そのスタイルの良さが評判を呼び数々の雑誌でグラビアオファーが舞い込むようになり私たちに素晴らしい水着姿を見せてくれることになります雑誌の表紙を飾るグラビアアイドルとしては珍しくイメージ DVD も発売しており静止画だけでなく動画でもその見事なスタイルを見せてくれているので興味を持った方はチェックしてみてくださいねまたグラビアと並行して女優としても数多くの作品に出演しています ドラマ GTO 闇金牛島くんなどの有名作品や深夜のダメ恋図鑑では主演の一人として出演していますプライベートでは2021年に会社経営者の男性と結婚していたことをインスタグラムで報告しました結婚後も芸能活動は引退せず露出は以前ほどではありませんがイベントのゲスト解説などには参加しています またいつかテレビや雑誌でも元気な姿を見せてくれることを期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本のグラビアアイドルを中心に紹介しています。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。